19歳トピック君、はい、お前の母ちゃんデベソという悪口はあまり言われても効果がない気がします、はい、元悪口としてパンチの効いたお前の母ちゃんホニャララを考えてほしいです、はい、お前の母ちゃんデベソって言われてもそんな嫌じゃないの。なんか別にデベソでもいいですもんね、うん、母ちゃんが例えば別にいいか、はあ、何言われたらいいやお前の母ちゃんは生かしてないやまあそうですね母ちゃんは生かしてないんでしょう。まあでもリアルにちょっと嫌なのはお前の母ちゃん、父ちゃんもう嫌やな別に嫌じゃないよ何言ってんのって思っちゃう。いや、ちょっと言った方がいいじゃないでしょ。いや、父ちゃんっぽいみたいな角刈りでヒゲ生えてそうなお前の母ちゃん、父ちゃんって言われたら俺ちょっと嫌や。こういうの言われたら嫌な人いるから、例えばお前の母ちゃん不正受給みたいなことって言われたらやっぱちょっと、あ、それいや、もう平気やよ平気ないよ、もうもう全然不正受給ちゃうな平気になるそもそも不正受給ちゃうし誰が言うたら不正受給ちゃう誰が言うたら